の子は毛がちょっと硬い感じ。この子もね、兄弟なのに全然違います、ね。家でずっとも、今さっき、ずっとどんちゃん騒ぎしてて、運動会してた今日。カビみたいなやつも全然なくなって、ここにあるよって言われたけど、よくなりました。うん。なるんだぞ。はい、ミルクのあれが終わったので、一時うちで、預かって、ちょっと先を探します。まずは検査してからですけど、検査でちょっと問題があれば、うちの子になりますけど、できたら、可愛い子ですから、ちょっと買いに行ってもらいたいです。はい、ママとね。はい。ピオハナピンク、可愛いです。はい。いいです。はーい。じゃあしばらくうちの子ね。はーい。はい、おいでよ。はい、ありがとうございます。後にお願いします。はい、じゃあママに渡すところに。この子たちは、責任を持ってママさんがはい、はい、するので、はい。はーい。私は段取りをするだけです。パチ。みんなこんなから来て本当にいろいろ学びがありました。かぶっちゃう。上から撮っていい？こういう感じで、あ、こっちからです。こっちから。はいはい。で、ちょっとだけヘッド。うん、はい。はい、無理しよう、無理しよう。はい、こっちやったら大丈夫ですか。はい。一回止めて。めっちゃプルプルしてますね、これ。でも、ずれるとき忘れると。よし、いいですよ。はい。で待ちます。
やっちゃったな。なんてこった。なんかで拭けねえかな、これ。こっそり。ちょっといいですか。はい。はい、2人とも、猫エイジと白血病は、陰性でした、あとは受け入れ先の、秋町になります、飛行機に乗って関東方面に行くことになると思います。はい。